東京2020オリンピック・パラリンピックのマスコットが22日、東京、ミッドタウン日比谷で行われたイベントでデビューし、名前を発表。また、マスコットとの記念撮影などができる、東京2020マスコットハウス、もお披露目された。東京2020マスコットハウス、オープニングセレモニーの模様。東京2020オリンピックマスコットは、未来とは、東京2020パラリンピックマスコットは、ソメーティー、という名前に決定。今後、東京2020大会ならではのメッセージを日本中、世界中に伝え、舞台界のアンバサダーとして様々な発信と活動を行っていく。東京ミッドタウン日比谷 1F アトリウムに誕生した東京2020マスコットハウスは、マスコットと沢、出会い記念撮影ができるコーナーや、マスコットの公式ライセンス商品を販売するコーナーなどを展開。今日7月22日から9月6日、11時から20時まで、初日のみ14時30分チルダ予定の期間限定となっている。マスコットとの記念撮影は、会期中の金、土、日の12時、週4時、週6時、週8時予定で、各回25組限定。撮影した写真は特別にデザインしたカードにプリントされ持ち帰ることができる。マスコット不在時は、マスコットがデザインされたオリジナルフレームで写真を撮影することができる。撮影した写真は QR コードで表示され、携帯端末に保存することが可能だ。また、東京2020大会の追加競技、オリンピック、新競技、パラリンピックを写真で体験するコーナーも。東京2020オリンピックの追加競技である野球、ソフトボール、空手、スケートボード、スポーツクライミング、サーフィンをよ。東京2020パラリンピックの新競技であるテコンドー、バドミントンの競技を体験しているかのような写真が撮影できる。なお、日によって体験できる競技は異なる。この日行われた、東京2020マスコットハウス、オープニングセレモニーには、未来とはとソメーティー、リオデジャネイロ五輪競泳代表の瀬戸大也と、同パラリンピックパラカヌー代表の瀬立モニカが出席した。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。